2016年5月29日、大学創立50周年を盛り上げるのが、大工ベートーベンの交響曲第9番を合唱する企画です。参加するのは学生、教職員、社会人ゼミ生、そして PTA コーラスやプロの歌手、オーケストラが加わったおよそ100人。2015年6月、初めての練習が始まりました。指導は大手門学院小学校の元音楽科講師で声楽科の有本正人さん。サントリーの1万人の大工の指導者でもある有本先生。その指導法は明るくてとってもユニークです。11月、月3回の練習は夕方6時に始まります。授業後に遅れて駆けつけるメンバーもいます。大工の難関の一つが言語、ドイツ語の歌詞に挑戦しているんですが、ドイツ語全然今ちゃんと読めて歌えてないので、学校ドイツ語のところがね、難しくって、英語やったらなんとなくで読めたりとかするんですけど、ドイツ語ってほんまになんか見てもなんか、え、これどう発音するんやろみたいなことばっかりで難しいです。何回やってもなかなか自信が持てないで、初めてという方もいっぱいいらっしゃるので、ですからこう細かくやっていったんですけども、それでもやっぱりまだついてこられてない方も結構いらっしゃいます。さらに発声や正確な音程を取るのが難しく、どのパートも苦戦しています。全力で取り組み、本番で歌声をしっかり届けたい。楽しくさせてもらっています。ちゃんとした発音で歌えるようになりたいので、そのドイツ語でちゃんと歌えていくと楽しいです。本当に周りの人の残り5ヶ月はやばいっていうのと、自分の5ヶ月しかないっていうのは全然違うと思うんでちょっと本気で頑張ろうって。オーケストラの響きを体験したかったっていうのがあるので、それ体験してなんとか自分の吹奏楽の活動に生かしていけるかなと思います。先生が、しっかり教えてくれてるのでなんとかなってます休まないようにと思って、とにかく自分の力を信じてやっていこうと思います。まあ大工というのは隣同士手をつないで、そして世界に広がっていく、そういうメッセージもあります。ですから大手もこれからどんどん人の輪を作っていって、そして広がっていけるであろうと願って、皆さんで大工を歌っていただいたらいいと思います。5月に向けて頑張るぞー。